皆様こんにちは母なりわでございます。本日は本を2冊ご紹介していきたいと思います。1冊目はこちらでございます。カジノで一晩10億勝つ人の法則ということで、運を味方にするということで、カジノのラスベガスのカジノでディーラーを長年されている方が書かれた本でございまして、そのカジノに来るお客さん の, 勝負強い人といいますか、運を持っている人っていうのはこういう人がいるんですよというふうな内容で書かれておりまして、こちらの本は以前瀬戸康史さんがよく瀬戸さんはハウツー本をお読みになるそうでございまして、私は逆にそういったハウツー本をめったに読まないんですね。ですけど瀬戸さん の, この本 の, ご案内を聞いてましたら、とてもなんか興味深くてちょっと読んでみようかなと思いまして、あちこち本屋さん探して見つけてまいりました。本当に瀬戸さんっていうのは購買意欲をくすぐるような説明をされるので、本当にすごいですねで、私まだこれ3分の1ほどしか読んでいないんですが、まあ運の強い人というのは自分の形を持っているとか、靴はいつもきれいに磨いているとか、いろいろな内容が書かれているんですけれども、まず一つちょっと読んでいて、この方がラスベガスでのカジノのディーラーをするまでのことがちょっと触れられておりまして、そのカジノのディーラーっていうのは学歴も結構いりますし、頭がよくって、そして何よりも身元がしっかりしていないとなれないんだそうでございますね。ですので例えばクレジットの中で一度でも不払いがあるとか、そういった黒い情報がちょこっととあるとディーラーにはなれないそうでございまして、とても身元がしっかりしてないとなれないんだそうでございます。そういったことが私今まではあまりカジノのディーラーっていう方のイメージがねよく思っていませんでしたけれど、知らなかったからですよね、それもね。でこの本を読みまして、そしてその内容を知りまして、そういった方がとてもそういういろいろ厳しい訓練を得て、訓練って言いますか、その過程を経てカジノの大手のカジノのディーラーに、ラスベガスのディーラーになられたということなんですけれども、そういうですので、私そのディーラーの方へのイメージが180度変わりました。で、まだ3分の1ほどしか読んでいませんので、これからまた読み続けて最後まで読んでみたいと思います。でまたこちらの本にご興味のある方はいずれプレゼントか何かでお出ししたいと思っています。きっとこういうのが好きな方がいらっしゃると思いますので、ではもう一つご紹介したいものがございまして、こちら本というよりも DVD に本屋さんで売ってたんですけど、こちらもまあハウツーものでございますね。DVD がこういう形で本屋さんで売られていまして、要するにフランス人は着る服を10着しか持たないという、そういったいろんなおしゃれな法則が載っている DVD で、まだ見てはいないんですね。ちょっとセロハンだけをちょっと開いた剥がしまして、中が DVD になってるということで、これから見たいと思っているんですが、なぜこちらを購入したかと言いますと、私最近お部屋をね断捨離してるんですけれども、どうしても捨てられないお洋服ってあるんですね。それが結構購入した時に高かっ
高かったか高額でして、それで一度も袖を通していない、もしくは一度ぐらいしか着ていなくって、まあいつかは着れるだろうという思いで残している服が結構ございまして、そういったものを片付けるって言いますか、処分するにはどうしたらいいんだろうと思いまして、その10着っていうのはまるっきり10着ということではないと思うんですが、一度どういう本当に私ヨーロッパは何度か旅行に行ったことがございまして、フランスも2度か3度は行っておりまして、本当にね、あちらのフランスの私ぐらいの年齢の方がとってもおしゃれで素敵なんです。若い方よりもお年を召した方の方がおしゃれですごく素敵な方が多いんですね。若い方っていうのはお母さんやおばあちゃまのお洋服をいただいて、それをうまく自分流に着崩してうまくコーディネートして着ていらっしゃるんですね。で、若い方っていうのは若いだけでも何を着ても似合うというのがございますけれど、私ぐらいの年齢になりますと、あまり安物はやはりそれなりに見えてしまうし、なんか似合わないんですよね。ですので、その数少なくうまく着回せて、ね、クローゼットの中をすっきりして毎日過ごしたいと思っていますので、もうたくさんあると忘れていることもあるんですね。季節ごとにお洋服の入れ、ちょっと整理をいたしますけれども、その時にあ、これがあったんだって忘れているお洋服もありまして、あ、着なきゃと思って着たりするお洋服もあるんですが、その入れ替えをするたびに、整理をするたびに、あ、これがまだあるんだ、だけど着ないな、でもまだ何かの時に着れるんじゃないかなと思って、無駄にタンスの中に、引き出しに、クローゼットの引き出しに入ってるものが結構ございまして、こちらで少し勉強しまして、なんか参考にしてお洋服がうまくすっきりとコーディネートできるように、たまたま私も最近ね、今日のコーデということでお洋服を紹介していますので、その中でうまく活かせたらいいかなと思いまして、そのためにはやはりクローゼットをね、整理しないとご紹介もね、うまくできないと思いますので、もうお部屋の中どちらかして、あちこちにいろんなものを引っ張り出してきてコーデをご紹介するような感じでは、あまりおしゃれではございませんので、少しクローゼットをすっきりと整理して、皆様に今後もね、コーデのご紹介していきたいと思っていますので、まあ、私の参考になればと思って購入いたしました。ということで、本日はハウツーものの本と、まあ、DVD を本屋さんで買ったというご案内でございました。では、なりわでございました。